アクションするの大丈夫ですか。おお。小坂のプレゼンツゲーム実況はい、ということで久しぶりのゲーム実況になるんですけど、今回一緒にゲームやってくれる子はこの子です。わー、日向坂46さんか当たり前でした日向坂464期生の小西奈々美です。コニー、コニー今日ね、なんで小西を呼んだかというと、はい、なんかホラーゲームやりたいみたいな、はい、言ってくれたんだよね。はい、ずっとやってみたかったんですよ、うん、なので今回はなんと小西にホラーゲームをやってもらおうと思います。はい、なんか怪談話が好きって聞いて。そうですね、怪談話は好きです、うん、あのお話を聞くのは好きです、うんうん、でもなんか実際にそういう話をちょっとこうゲームみたいな感じでやるのは、はい、そうですね、やったことない。視覚になると怖くてできないんですよね。まあ、そんな小西にぴったりのゲームをぴったりなのでぜひ一緒にやりましょう。ありがとうございます、お願いします。さあ今回小西にやってもらうのはこの継ぐの日夕闇の変装電車です。何ですかねこのゲームは、はい、ホラー初心者の人でも、はい、まあ、扱いやすいゲームで、こう基本的には左に進んでいくだけのありがたいですホラーゲームなんですけど、はい、まあ、進むだけと言いつつも、はい、まあ、ホラーゲームなので、そうですよね、ホラー要素もありつつ、まあ、女の子が電車に乗って、はい、まあ、自分の最寄り駅に着く帰り道っていうのをテーマにしたゲームなので、なるほど。ということでじゃあ、はい、やっていきましょうか。はい、エンター押してスタートで。はい、伸びてるめっちゃ伸びた。おーすごい、ホラー表現が。視聴あ、ご注意ください。え、これエンターですか。エンター、おーおー血まみれ何これ。パソコンゲームとかやったことないんで。そっか、はい、初めてです。わあ、すごいリアル。左キーで移動、エンターキーで文字送り。おすごい、全部電車仕様。これはエンター、エンターで。スマホもあるんですね。そう、スマホもあるんだ、すごいねあ、ちょっと猫背私みたい。これ小西本人これはエンターかな。おお、すごい、リアルだよね。すごいですね、フォントが怖い。次の駅で降りなくちゃ、はい、改札に近い道まで移動しよう。改札に近い道、あー、ちゃんと考えて乗ってるんだねそこで、え、進んでる。え、これずっと押せばいいんですか。ずっと左に進んでる。怖ー、なんか、広告怖すぎませんこんな朝とか乗れませんよ電車。怖っ、なんかすごいですね、みんな結構神妙な面持ちで乗っている。顔がない。これなんか出てくる感じですか。まあ進んでいこうよ。これ一歩一歩進むと結構怖い、結構怖いかも。行きます。お、隣の電車、これ並走電車ですか。そうだね。お、黒い人たちがいっぱい乗ってる。すごい、こっち見てないですか、気のせいかな。いっぱい乗ってるねこの電車。あ、めっちゃ並走してる、めっちゃ並走してる。これなんかゲームオーバーとかないんですか。大丈夫ですか。基本的には大丈夫。こんな遅くてもいいんですかね。一旦改札に近いドアまで行こうよ。そうですよね、本当に。何もしないでくださいよ。まだかな、改札に近いドアってここですかね。すっごい、電車って一両長いからね。確かに長い。小学生だ。本当だ、初めての後ろ姿の人。なんかすっごい、私が進むために並走してくれるんですよね隣の電車が、まあ、タイトル並走電車だからねそういうこと。色欲おじいちゃん、もう何、新聞読んでたじゃん。すっごい前のめりでめっちゃ見てくる。あ、こういう、これ結構早く進んで。どうした。あ、並走電車が急に進んだ。
早っ。めっちゃ揺れてますけど大丈夫ですか？みんなさ、スマホ見てない？確かに。こっち見てくれない。あ、初めてマスクの人来た。本当だ。結構リアルですね、なんか絵が。本当にいそうな人。あ、まもなく。これは改札に近いんですか？お、男の人。ここかな。ここですかね。あ、ここだ。すっごい横が画面を邪魔してくる男の人が半分閉めてるわ半分男の人。なかなかないよ。え、私の顔も目がないんだ。基本的に確かにね、みんな表情が、目が見えない。お、開いた。これはエンターかな。エンター。おー、無事到着。おー、え、これ成功ですか？うん、ゲームクリア。日の音じゃない、絶対に絶対に。こうやって、まあ、何日かを繰り返していくって感じ。あ、なるほど。結構1日目からハードでしたね。そうそう。おー、あれ、もう次の駅、今日も改札に近いと思う。これちょっとあの早めに進んできますね、長押しで。結構もう1日1日が、そうね、はい、長い。あ、全然違う人が乗ってる。そういうとこも確かに昨日と違うよね。あ、並走来た、並走来た。すごい、おじさんの顔が、あれなんかやばいですよ。大丈夫ですか？こんな感じだったっけ。え、見たことない。目、人の目を初めて乗ってなかったよね。乗ってないです。しかもその前に立ってる女の人がちょっと危ない。大丈夫かな。あ、立った。なんでめっちゃ顔色悪い。大丈夫かな。体調悪そう。体調悪そう。白目向いてません？おー、なんか紫の女子高生セーラー服の人がいます。また昨日と全然違うからな、乗ってる人が。怖い。半分を閉めてる。あれ、セーラー服の、あれ、並走電車の中も同じ学校かな。あ、あ、子供だ。同じ学校ここでした。あ、寝てる。お母さん寝てる。お母さん寝てる。めっちゃ、おお、止まった。あ、リンクしてる、並走電車と。本当だ本当だ。何これ。女の子も、あ、顔色悪い。おじいさん、あ、乗ってるわ、あっちにも。すごい、めっちゃ不穏な音楽が鳴ってきた。やばいやばいやばい。マジでいいリアクションするな。大丈夫ですか？あー、怖い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 。あ、そう、あ、そうなんだって。やった。あれ、ちょっと斜め向いてどうしたよ普通に立てなくなっちゃう。気分悪いかな。セーラー服着てる女の子だ。今日無事到着かな。笑ってる。笑い声聞こえる。私の笑い声みたいな一人で家おる時の私でした。え？えって何ですか？えって何ですか？一人で家で笑ってるの？今日一のホラーかもしれない、その話が。大丈夫かな、これ見てる人怖くて。なんかちょっと空暗くない？え、本当だ。夜とかじゃない暗さですよね、なんか、ね、また人違うわ。でもこのあー、でも最初にいた。最初にいましたね、白目どういう意味？なんかめっちゃ目赤くなった。これついてくるんじゃないですか？いや、こう、ベートーベンみたいにしている。ベートーベン申し訳ありません。めっちゃ謝ってるすごい。でも並走電車の中にもこのおじさんいますよ。顔色悪いおじさん。え、ごめんなさい、こっちが。おぉ隣。え、なになに、うるさいうるさいうるさい。めっちゃめっちゃ結構見えない、結構止まった。怖っ。これ斜めのセーラー服少女も、あ、すごい見てる。こっち、そう、電車の中から笑ってる。笑った。なんだよ、めっちゃ平成、めっちゃ平成の服ですね懐かしい、こういう感じの服。うわ、あ、
女の子の顔の。え、肩つかんでない。肩、本当だ、肩つかんでます。待って、情報量多。寝るってちょっとかわいい。テンション、お母さんでしょ。え、すっごい見てる。こっち、こんな人いましたっけ。止まった。あれ、並走電車の中の誰もいなくなりました。怖い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 。めっちゃ見てる。本読んでんじゃないんだ。おお、あー、口が大丈夫？主人公気づいてないんですかね、これ異変に。やば、気づいてないよね。めっちゃだって平然としてる。平然してる。怖いよ本当に。だからもう、並走電車も一緒に止まってない？本当だ。初めてですね、これ。初めてだ。並走電車が初めて並走。で止まった。これはどういうことを意味しているのか。おお。おお。もうやだ。驚きの前に。もう最悪なんですけど、さっきの押した、何？もう次の駅で降りない。でもこの電車乗らない方がいいよ、そろそろ。だとこれでしか帰れないんだろうね。確かに。うわ、また女の人。この人本読んでませんでした？違うか。でも読んでたよね。もうこっちを見てるだけになっちゃった。お、すごい、めっちゃ見てる。首までつけちゃって、はい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 、なんだ、おー、誰今の。定期的に、定期的におじさんがやってくる。え、こわ、あ、さっきの子供がおじさんにの後ろにいますよ。あ、笑った、笑ってる。めっちゃ笑ってる。あー、気をつけて。お、このパーカーの人初めて見ました。すっごい女の子がついてきてません？これめっちゃ見てるね。めっちゃめっちゃ見てる。あ、子供の方がなんかどんどん歪んでるし、お母さんが、あ、お母さん、うん、はい。びっくりした。お母さんもおかしくなっちゃった。うわー、おお、なんだよ。もう子供が、子供がめっちゃ子供笑って、えで、あれあれ、この扉は開きません。あれ、え、どうしよう、えってなりますよね。故障したのかな。えー、やめなよ。こっから出れないんだ。もうこれ、もうこれまだ進まなきゃいけない。これ以上歩くな。これ以上歩くたらやばい。もうおじいちゃんすっごい顔になっちゃってる。絶対におかしい。あ、みんなこんな感じなんだ。みんなこれが、やばいよ。みんな目おかしいですよ。もうやばいよ。やばいですよ。もうやばいですよ。やばいって。早く進みましょう。やめて、やめて、おじいちゃん。出た。新聞のおじいちゃん。ここにいて帰ってきた。このおじいちゃん面白すぎる。おお、おお、あー、すごい。お、車両、次の車両に行けるんじゃないですか。あれ、まだなんだ。怖い。でもこのおじさんまだなんか赤、目が赤くなってない。待って、絶対自分やん、並走電車の中に。消えた。あっちにいる。本当だ。移動した。移動した。この子供が結構元気。この子供やばいね。やばいですよ。え、止まった。進まない、進まない。固まった。なんで？ここで止まんねや。
怒りましたわ。え、ま、これおじさんのターンですか、もしかして。え、ここまだじゃない。ここまだか。おー、いいおじさんやばい。見てる、すっごい見てる、うん、女の子だ、女の子。え、やだ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 、ああ後ろ取り込まれてった。え、初めて見たこの女の子。あれ何ですか。怖い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 。超見てる、めっちゃ見てる。いや、お、並走電車がなくなった。田舎へ恋になってるよ。田舎へ恋？後ろ。どういう意味？あれ？いつもの風景じゃない。田舎へ恋なのか。いつの間にか乗り過ごしちゃった。次の駅で降りなくちゃ。あ、そっか。まだ進むんだ。いや、怖い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 。何もないのが一番怖い。あ、色欲もなんか。本当だ。結構違う広告だ。すっごいアナウンス嫌ですね。左側です。あ、着いた着いた着いた。もうちょっとさっきのおじさんが怖いから。またあるかも。着きました。怖いよ。なんか何これ、これどういう意味。え、やばい、あっち降りちゃいけないよ。え、すごいなんか赤ですよ。やばいやばい、降りて大丈夫、本当に降りて大丈夫。赤い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 、人がすごい。よー怖っ、これ次も乗る気。次の日じゃなくて次の日だ。え、やだ音が。え、やだやだやだ。いやいや、次の駅で降りなくちゃじゃないやろ。外赤すぎません？やばいね、外やばいですよね。うん、電車も、あ、どういう意味。あ、おかしいおかしい、ちょっと気づいて。やばい、は、あ、やばい、顔がすっごい笑ってる。女の、この女の人薄くなってない？外にいたのに笑った。怖いよ。やもうやだやだやばい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 。なんか電車に穴開いてる。なんで？もう電車がどんどんボロくなっちゃって。あ、やばい。おかしい。やだこの笑い声。この穴開いてるとこから。女の子はさ、全部から覗いてくれるから。何これ、何がしたいの。あ、絶対この女の子ですね。あ、本当だ。これ透明になってるっていうことはどういう意味。どういうことだ。あ、みんな多分倒れてる。え、本当だ。うわお母さんここにはいないよ。うん、何、大丈夫ですか。クリスト、ただいまございます。本当、ただいま帰りますって言ってる。どういう意味なんですかね。あ、新聞おじさん。おあれ、新聞持ってない。え、高級缶詰、こんな猫ちゃん。猫ちゃん怖すぎる。おじさん、おじさんもおばあちゃんも全部後ろにいる。え、これどういうことだろう。え、待って、何ですか。え、釣り革が手ってことですか。なってる、やば。え、なんかもうみんな超見てる。みんな覗いちゃって、あ、笑ってる。何がそんな面白い。くー、もうおじいさん倒れちゃった。顔じゃなくなっちゃってますよ。新聞おじ、やばい。え、これめっちゃ見てる。なんかすごいです。
なんか覗いてる、なんか変な頭の上だけみたいな。何ですかあれ。外に。でかい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 。これ以上進んだらもう、もうほら、もう、もう、あーやばい、もう、もうほら、やっとだから近づいてるって。え、どっか行っちゃった。離れてくるんやな。あ、小学生。あ、小学生も二人いる。女の子二人になって。え、大丈夫？危ない危ない危ない。気をつけて。おお。車内の立て付けが大変悪くなっております。悪い、本当に悪いと思います。悪くなりすぎじゃない？え、これもうだって普通の。え、ごめんね、おじだ。申し訳ありません。申し訳ありません。ごめんね、おじ。久しぶり。え、なんかすごいすごいすごい。手がすごい落ちちゃって。うわあ。いやいや多いな。待って待って待って。ええー、情報量多い。情報量多すぎて。もう突っ込め。待って。あ、ついた。なんか口半開き。え？え？どういうこと？え、え、何何ですか何ですか？何これ？あれって。何ですか？あれって？あれ？自分だ。どうして私が向こうにいるの？うん、どうして？でもこれは私は何の電車に乗っているの？え？これはこの電車はどこに向かっているの？何？右側になった。本当だ。わあ、落ちちゃった。大丈夫？真っ暗だ。これ繰り返してるってことですか？並走してた方に行っちゃったってこと？行っちゃって、うわー、すごっ。なんか変、なんか意外と、なんていうんですか、ストーリー性がすごかったです。で、確かにね、繰り返していくうちに、繰り返していく系のやつだ。意外と私、自分でもリアクションしちゃってびっくりしました。自分にびっくりして。面白かった。最後の次の日に入ってからの、はい、畳みかけが分からない。情報量うわーって。もうびっくりするにもびっくりしようがないぐらいの多すぎ多すぎ。なんかもうフィーバーでしたね。あ、もうあっちにいるよ。本当だ。あ、助けてって感じですね。 あらら、あ、共鳴した。この女の子も目が赤くなっちゃった、ね。どっちが本当なんだ。取り込まれてる人は赤くなっちゃうんですね。そういうことかも。ん？気づいてない、取り込まれてることに。わあ。どうでした？いやー、なんか初めてホラーゲームをやったんですけど、うん、意外と楽しいっていうか、一人で、一、うん、人じゃなかったので、うん、小坂さんがいらっしゃったんで、あの、楽しく終わることができて。あ、よかったよかった。いや、本当にリアクションが面白すぎて。いや、怖かった。はい、でも怖かったんだけど、はい、小西がすっごい叫んでくれるから、はい、ちょっと面白いにシフトしちゃった。それは良かった、良かったんですかね。あ、でもね、初心者の方もプレイしやすい、はい、めちゃくちゃ遊びやすかったです、うん、ただ進むだけで だと思うので、皆さんもぜひよかったらプレイしてみてください、はい、そしてこの動画がいいなと思ったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。お願いします。じゃあねー、バイバーイ。